よろしくお願いします。はい、来ましたね、もうあっという間。白の軸、ネオということで、ネオネオ、はい、ちょっとネーミングもすごいかっこいいんですけど、かっこいい、副長にお話を伺ってみたいと思います。練習をやっていく中で反応だったり手応えっていうのは、まあそうですね、あの、まあ、苫小牧を中心に、まあ、いろいろな子どもたちを見てきた中で、まあ、今回は札幌が、まあ、メインっていう形にはなったんですけど、あの、苫小牧と同じように、あの、すごくスキルのある選手もたくさんいたし、あの、すごくこう上手になりたいっていうような気持ちが、すごく貪欲さがあって、でその中にこう楽しさとか、あ、一生懸命さがすごくあった。いや、本当、あの、小学1年生とか、まあ、年長さんとか、まあ、同じこう、なんていうかね、6年生や4年生高学年の子たちと一緒になって乗ってるんだけど、まあ、そこにこう頑張ってついていこうみたいな感じで、こう一緒になって、同じように真似をして、スケーティングのドリルとかにも取り組んでくれたりとかしてね、まあ、そういう意味ではすごく貪欲というか、すごく一生懸命やってくれたなっていうところでは、まあ、我々としても感謝しているところですよね。まあ、そうですね、今、まあ、札幌で今回行わせてもらった、まあ、白の塾はどちらかというと、こう楽しんでみんなでこう、なんていうんですかね、一つのドリルに対して楽しんで取り組んでいきましょうというような感じなんだけど、まあ、今回ネオっていうことで、まあ、一つこう上のランクというか、まあ、もう少しこう試合にで使えるような技術だとか、試合でよくあるシーンで使えるようなシチュエーションだったりとか、そういうものをより多く今回は使ってやってみたいなとは思ってます。まあ、今までの白の塾と一緒のような感じで、ゾーンを3つに分けて、まあ、シュートだったりパスだったり、まあ、スケーティングだったりっていうようなことはやるんですけど、よりもう少しこう、なんていうか、高度なっていうか、まあ、技術的なものをこう織り交ぜてやれればいいかなと。ここで習ったドリルの中の技術を、まあ、後半は試合をちょっとこうやってみたいなと思ってて、まあ、その試合の中で意識して使えるかどうかっていうところも見ながら、まあ、いろんなことをアドバイスできたらいいかなとは思ってます。まあ、我々も同じようにたくさんの子どもたちと触れ合って、そういうことを回数を増やしていきたい中で、単発で終わるのではなくて、そこに携わった人たちだとかチームだとか、まあ、もちろん、あの、そこのチームの指導者さんだったりとか、まあ、そういう人たちと、まあ、単発のイベントではなくて、2回3回とこう積み重ねていって、共に成長できればいいかなっていうようなことは考えています。スタッフの方とよくコミュニケーションを取ってるなっていうのがすごい印象的だったんですね。そうですね、まあ、あの、まあ、何回かやった中で、そこのチームの、なんていうのかな、こう文化というか、やり方とか、そういうこともあるし、まあ、どういう選手がいるのかっていうのはよくわからない状況の中で我々参加させてもらうので、いろいろとこう話を聞きながら、まあ、こういうようなことを困ってるんだとか、こういうことをやってもらいたいんだっていうものを聞き出しながら、まあ、そこに当てはめられればいいかなっていうようなことで、よくこうコミュニケーションを取らせてもらっています。まあ、練習のドリルってそんなに変わることはないんだけど、ドリルの中でちょっとこう角度を変えて、話し方とかトーンとかも変えながら、まあ、こう面白おかしく楽しく、さらにちょっと、なんていうかな、厳しくというか、まあ、そういうことをこう各チームによってちょっとずつ変えながら、あの、進めてはいます。まあ、あの、顔が怖いんで、あの、優しくしないと子どもたちも構ってくれない。なるべく、あの、優しいこう笑顔を心がけてはいるけど、それが果たして優しい顔に映ってるかどうかはちょっとわからない。そうですね、まあ、あの、もちろん、あの、今までとスタンスは変わらず、まあ、あの、楽しくやったりとかっていうことは、こう会話をどんどんたくさん多く取って楽しくやるんだけど、まあ、その中で選手個人個人に課題だとか弱点とかっていうのが多分あると思うんで、そういうものを今回のこの白の塾ネオの方に持ち込んでもらって、それをこう一緒に克服できるようにサポートしたいと思ってるし、そのための準備はしっかりとしてきてもらいたいなと思ってます。皆さん、塾長の白野です。あの、5月21日、
当日すごく僕自身楽しみにしてます。皆さんもしっかりといい準備をして当日リンクに来てください。お互いに楽しんでレベルアップしましょう。待ってます。